皆さんこんにちは、ショリーチャンネルちほです。はい、ということで今回ですね、今回はね久々にコスト、久々なのかな、ハマはね結構行ってるけど、しほちゃんとリリちゃんは久々ですね。久々に行ってきたコストコの購入品紹介をねしたいと思います。はい、それとですね、あのしほりみせっかく一緒に行ったので、はい、ね、一つだけ好きなものを買っていいということでね、値段とか気にせず欲しいものを一つ買っていいよっていう、そう、すごい興奮しました。いいのってなっていいの何万とかするのこれとか言ったらどうしようリミちゃんが金庫いじってる時はドキドキしたからねこれ欲しいって言わないよね金庫欲しいって言ったらどうするみたいなはい、感じでございました。そうなの、はい、そうだよ、ドキドキしたよ。リミアンの金庫のね、番号をいじるのが好きなんだよね。好き、ね、いつもこう、金庫があることいじって、うん、まあ、我が家には金庫はないんですけどもね、残念ながらね。残念ながら、そんな入れとくマネーがないのでね、だからね、だからね、欲しいって言われたらね、困ってた、困ってた、置く場所ないし、だってリミの部屋ある部屋に金庫みたいなまずね、1つ目が海苔ですよ。今回もね、たくさん買ってきました。でね、これ一つに見えるじゃないですか。なんと、2つ買ってきてるんですよ。うちのね、家族がね、この海苔が好きすぎてすぐなくなっちゃうんですよ。なのでね、今回は2個買ってきました。はい、でも一番食べるのはしほちゃんですけどね。あははは、しほちゃん大好きだよね。これ1個にめっちゃいっぱい入ってるんですけど、ペロリと食べますね、しほちゃん。そうなんですよね。はい、美味しいですね。めっちゃめっちゃ美味しいので、皆さんぜひ買ってください。マジでこの海苔は美味しい。はい、次続いてはセロリですね、こちら。はい、これもね、よく買います。ずっと買ってますね、うん、ほんと美味しい、美味しいっていうか、しほちゃんのセロリ大好きだからね。そう、私が好きなものみたいな感じなんだけど、でもなんかほんとそうじゃない。でもまあまあ、もう大好きです、セロリ。リミちゃんはまあダメかな、セロリね出てきた、ちょっとニョキッとしてきたリミちゃんが。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いてはですね、こちらのチーズですね。はい、はい、のチーズ、これはね、朝ね、パンに乗せて焼いてピザトーストみたいな感じで食べるんですけど、このチーズ美味しいです。普通のね、あの一般のスーパーで売ってるチーズも美味しいけど、さらにやっぱ美味しい。そうなんです、めちゃめちゃ美味しいんですよ。この前食べ比べしたらこっちの方が美味しかったね。そうなんかね、あのパラパラパラってかけるチーズとこれで食べ比べしたらこっちの方が美味しくて、あ、チロンがどうぞちょっとチロン今撮影中だからねめっちゃ美味しかったです。はい、続いてはですね、トマトですね。はい、これも定番、いつもの定番です、うん、これ残り2個だったよね。そう、2個で今日は夕方行ったからね、残り少なかったんだけど、マジで美味しいの、これは。これ美味しいよね、うん、はい、大好き。次はこちらのぶどうちゃんです。はい、前回もね、あのぶどう買ったんですけど、はい、あれもね、美味しかったということで、はい、すぐなくなっちゃったんですけどね。そうなんです、今回もしほちゃんがぶどうを買おうということで。マジで美味しいの、ぶどうは。このぶどう美味しいよね。このままパクパク食べられるところもね、最高でございます。え、しほダメやダメよ。はい、じゃあ次、次はこちらがですね、はい、のり黒ですね。はい、初めて買ったんですけど、うん、パパがなんか欲しいということで、私そんな好きじゃないんですよ。なんだっけこれ、これなんかご飯ですよみたいな、海苔の佃煮ですね。鳥のって言っちゃった。なんかマヨネーズの、あの入れ物みたいなのに入ってて、こう出す感じで、うん、ケチャップみたいな ね、残るっていう、うん、食べてみたいと思います。私そんな好きじゃないですよ。そうだね、ご飯ですよがまず苦手で。あー、はーい、おいしいよ、おいしいよね。続いてはこれは食品じゃなくなっちゃうんですけど、うん、これオイルとワックスがセットになって、うん、200円台だったんですよ。これです。これね、あのワックスは持ってるんですけど、合わせてこれどうなってんだろう。一応ちょっとこれだけなんか出してみようか。開けてみましょうか。ここにね、開けるとこがあるんですよ、うん、開けます。あ、
あ、かわいいんだね。かわいい、ちっちゃくなってる。あ、やだ、かわいい。あら、かわいい。なんか試供品っぽく使う感じで安く売ってたのかな。あ、ちっちゃめですね。うん、ちっちゃめ、ちっちゃめ。私が、あの、同じの持ってるんですけど、うん、持ってきましょうか、オフィス的に。ママ、これ映ってない。いや、もうちっちゃいってわかる、皆さん。ちっちゃめですね。わかる、わかる。ちっちゃい。かわいい、なにこれ。かわいい、こっちがオイルで、黄色い方がオイルで、こっちがワックス、ね、ワックスだね。ワックスだけ持っててね。あ、そうだ、ワックス使ってんだよね。そうそう、今日も使いました。うんで、オイルも、オイルとワックスを混ぜて使うといいですよ、うん、みたいな書いてあって、なるほど、いいじゃんこれと思って、ね、試しにね、あの、買ってみましたね。これで試してよければ、混ぜると香りが変わるって。うん、オイルも今後ね、買ってみたらいいし、ね、え、混ぜると何、混ぜると香りが変わるらしい。いい香りなんだ、さらに。うん、ね、やばい、めちゃめちゃ。でも288円は安いんじゃないかね、この大きさで2つ入ってて、うん、安いと思います、ね、いいですね、いいの見つけました。めちゃめちゃいいの見つけたね。はい、続いてはですね、こちらのまざまざと定番のチョレギサラダでございます。これも毎回買いますね。はい、美味しいですよね、チョレギ、ね、ほんと好き、まず好き。これはね、朝ごはんに食べたいと思います。今回はもう夜はね、お腹がいっぱいなので。はい、そうですね、うん、このチーズとね。はい、じゃあ次、こちらのね、ざく盛りなんですけど、これヨーグルトで、はい、フルーツがたくさん入っているヨーグルト、はい、あの、いつもね、あの、フルーツが入ってるヨーグルト最近買ってるんですけど、うん、それがなかったのでこっちにしてみたんですけど、ちょっとナタデココが入ってるので、志保ちゃんどうかなって感じなんですけどね。そのナタデココ好きじゃないんですよ、うん、明日食べてみましょう、朝。はい、ね、これはケチャップですね。はい、ケチャップです。これをこれは2つセットででかいですけど、はい、これはマヨネーズですねって言ったらみんな、えってなるかな、なる、大丈夫って言われちゃう。トマトケチャップって書いてあるしね、はい、オーガニックです、オーガニック。はい、ということで次はですね、こちらなんですけど、うん、めちゃめちゃ重いね、これ。アーモンドミルクで、はい、ママがよくアーモンドミルクをね、買ってるんですけど、毎回ね、コーヒーに、あの、最近牛乳じゃなくてアーモンドミルクをね、で割って飲んでるんですけど、もうちょくちょく買うのがね、めんどくさいので、もう、あの、これをちょっと今回初めて買ってみました。はいはい、はいはい、いつも買ってるのと違うかもしれないけど、まあ美味しいでしょう、うん、まあそんな変わることはないかなということで、うん、なのでこれをね、まあ、あの、こういうのは賞味期限が長いんですよ。これ来年の確か7月かな。来年の7月ですね。7月までも大丈夫なんで、まだまだ、まだまだですね。ゆっくり飲んでも全然大丈夫なんで。はい、買いました。はい。はい、じゃあ最後、あの、ティッシュかな。はい、じゃあ最後ね、このハンドタオルを買いました。はい。うちね、あの、紙でね、よく手を拭くので。そうですね、もう今となったらもう必需品ですよね、はい、最近ね、やっぱお友達とか来た時もこれささっと拭けるし、もうね、便利です。タオル接着ないしね。そう、タオルもなんかたまになんか濡れてて気持ち悪いなって思う時があるから。あと洗うのめんどくない？まあ洗うのはしょうがないけど、でもなんかやっぱタオルになれ、あ、このハンドタオル、紙のハンドタオルになれちゃうとなんかもうね、いいよね、いい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 い、すっきりします。なので最近ね、はい、あのダイソーとか1回で1個しか買えないんですよ、一人様、あ、うん、あ、一家族1個しかダメって書いてあって、もう毎週1個ずつ買ってるのキリがないので、確かにちょっとこれ買いたかったんですよ、ずっと。コストコ今度行ったら買おうと思ってて今日買いました。はい、はい、これでしばらくは、ね、これでもうしばらくはちょこちょこ買わなくて大丈夫そうですはい、すぐなくなっちゃうね、家族でこう使ってると、ね、結構紙のハンドタオルってすぐなくなっちゃうんで、はいはい、良かったです。はい、でこれで終了なんですけども、まだね、志保とね、リミをね、一つずつ買ったものが残っていますね。それを紹介しましょう。ちょっと映ってるかもしれない。いやー、はい、見えてますよ。もういいですよ、リミちゃん登場です。はい、じゃあね、はい、ということで志保リミがね、一つだけ欲しいものをね、うん、買ってもらえるということで、買ったものを紹介していきたいと思います。はい、まず、リミちゃん、いきますか。はい、リミちゃんどうですか。どうぞ。
もう見えてるけどね。はい、こちらの鉛筆削りでございます。これすごいよね、立てられるっていう、すごいスタイリッシュだし、かっこいい、うん、なんかリミが好きそうな色ですよね。そうそう、ピンクとね、水色があったので、やっぱ水色だよね、リミちゃんはね。おー、いいじゃん、いい感じですね、かわいい、かわいい。はい、じゃあリミちゃん削ってみる。うん、いくよ。おー、すごいすごい、すげー、自動じゃん、いいんじゃない、なんか随分減ってるよ。おお、削れた？削れた。おお、すごーい。いいんじゃない？かっこいい。白の鉛筆の芯がね。やりすぎるとどんどん減っていくよ。はい、いいじゃん。ちゃんと替えもついてるもんね。刃がダメになったら2個ね。それ取っとかないと。あそこに入れとこれみたいな、ここだっこりで。あ、うん。私が買ったものをね、紹介していきたいと思います。うん、それはですね、こちらです、じゃじゃーん、ということで、うん、マイクですよ、見たら分かる通りマイクですこれね、あのね、スマホ用カラオケマイクって言って、うん、これ部屋でリミと一緒に歌ってね、うん、ダイエットしようかなと思います。カラオケでダイエットですかまあまあ、一番を楽しむが目的ですよ、それは、うんうん、でも歌って楽しくて、うん、カロリー消費で痩せて、もう一石三鳥ぐらいですよ。うん、いいですねすごい、やば、なにこれ、やば、やばやばいね、リミこれ。黒もあったんだけどね、ピンクにしました。やばい、エコーとかある、ベースとかある、やば、マジでやばい。これスマホに連動させてやるからね。はい、すごい。1つ目ここで、うん、あ、ここスピーカーらしい。すごい、やば、ここから前あの音を吸い取って、うん、ここにバッて挟なんか出されるみたいな。なるほど、吸い取って出されるみたいな、うん、まあ、歌はね、まあ、しほちゃん音楽聴くのが好きで、まあ、歌はね、あの上手いとか下手とかそういうのに限らず、歌を歌うことはね、ストレス発散にもなるしね。いい、歌は歌うことは好きなんだけど音痴なんですね自分でも分かります、音痴なんですね。誰かさんに似たせいで、似たせいでね、ちょっとね、音痴なんですけど、はい、まあまあまあ、まあまあまあ、聞くの好きだし、歌うのもまあ好きなんで、うん、まあね、まあ自分でね、うん、下手でも自分で楽しければどんどん歌えばいいと思うし、別に人に聞かせるためだけが歌じゃないからさ、うん、そうなんですよ、ステルス明日のためにね、うん、私歌ってるでしょ、たまに。歌ってるのかな、前お風呂で歌ってるの聞こえたけどね。ちょっとお風呂で最近歌ってるの、うん、歌ってるか聞いてるの、歌を、うん、なのでね、今回これを選びました、はい、はい、どんな感じなんだろう、ストレス発散にもなるし、うん、ダイエットにもなるし、楽しいからもう一石三鳥なの今回はね、コストコ、まあここだけ見たらコストコじゃないんだけどまあまあまあ、今回はね、コストコで買った購入品紹介をしてみました。はい、ということでね、あの皆さんもぜひ買ってみてくださいということで、私が今日買って一番良かったのはこちらです。288円です。あ、でもこれもすごい好きでした。うん、これは使ってみないと分からない。そうだね、ま、これはただ何、見た目が可愛いってだけ。うん、ということで、それではバイバーイ。もうリミちゃんはね、もう LINE ですね、友達です。リミちゃんのお友達からねスイッチで遊ぼうって誘われてるみたいです。じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。